皆さん、フィギュアスケート界へのメッセージ、2023年12月7日の試合後の、グランプリファイナル、2ということなんですけども、言い忘れてたことがあります。その他国の選手に頭の中とかを使われるっていうことに非常に、私としては懸念があって、あの日々睡眠不足の日が多いんですね。例えば睡眠時間1日4時間だけだとか、5時間だけだとか、まあ広い時は4時間寝たかなどうかなと、3時間台とかそういうこともあるんですね。でこれはその例えばグランプリのファイナルの前までの大会でねまあ、日本時間で言うと夜中とか明け方とかに試合をしていて、頭の中を使われることによって、まあ、無理やり起こされてるんじゃないかという懸念はあるんですよね。で、メジャーリーグとかは、例えば大谷翔平は僕が担当したりとかしてますし、エンゼルスの試合も、基本的に僕は、対応していました。で、やっぱりその時間帯起きていたりしますし、まあ、だからこそ日本時間とねあんまり差がない西海岸のエンゼルスを進めたっていう部分もあるんですよ。まあほとんどの試合は朝の9時からだとか、まあ昼前の、11時ぐらいの、試合だとか日本時間でですよ。だから睡眠時間がしっかり確保できていれば、やっぱりその日一日強いんですよね、僕自身が。やっぱり睡眠不足にされてフラフラになってる状態、連日で例えば睡眠時間4時間だとか5時間だとか、毎日それがずっと続いていたらやっぱりフラフラになります。で思考能力も低下したりとかしますしね。だからその辺のところで、まあ世界中その選手の担当者が、しっかりと、試合の勝ち負け担当するのであって、淡井圭介の頭の中を使うべきではないと。まあ、ただまあ、これ、すごく難しいんですよ。天の神様への世界中のスポーツ選手のお祈り、安全のお祈りをしている以上、それによって、こちら主導になってしまっている可能性があると。で、まあ、その内容っていうのは、かなりの結果が出てるんですね。例えばこの間の東京オリンピックの冬季の方かな、まあ、東京オリンピック2021年に行われたものの次の、冬場のオリンピックの時ですね、まあ、毎日、天の神様へのスポーツ選手の安全のお祈りをしてたんですけど、一日だけお祈りをするのを忘れていた日があって、その時に、まあ、スノーボードの、試合で、まあ、高い位置からジャンプして、まあ、着地する時、後頭部からねこう転倒してしまって後頭部を思い切りぶつけたと。まあまあ少しの間選手はピクリとも動けない状態だったんですけども、やっぱり天の神様への そのスポーツ界の安全をすることによってね、かなり状況変わるんですよ。例えばスキーのモーグルだとか、あ違います、訂正、アルペンだとか、ああいうふうなすごいスピードを出してね滑走していく内容のものって大変危険なんですよ。ものすごくスピード出てますから、転倒した時に骨折されたりされてる方っていうのは今まで歴史上たくさんいて、でまあ特に危険なスポーツっていったらボブスレー、まあ氷の通路を、まあ乗り物に乗って滑走していきますけども、時速はとてつもなく速いで、コースを見てもらったら分かると思うんですけども、まあ、こういう風な形状になっていて天井がないんですよ。っていうことはカーブ曲がった時に遠心力でその飛び出してしまうことがあるんですよ、あのスピードで。だから昔は確か死亡事故があったと思うんですよね。でその辺のところとかも、まあ、昔から例えばロシアのオリンピック措置ですね、その時もまあ、安全のお祈りをして、コースアウトではなかったんですけども、
その乗ってる乗り物がね、こう転倒して選手が、思い切り投げ出されていると、まあ、すごい時速ですから、それはもう吹っ飛んでいきますよ。それでも無傷、天の神様へのお祈りしっかりしてますから、だからそれは現場の方に伝わってますから、まあ、集まってるお客さんの方からは、まあ、ジャパンコール、まあ、僕のしてることが伝わってると、まあ、こういうことだったんですね。で、うん、まあ、あとは今日の試合に関して、まあ、試合が昨日終わった後ね、まあ、ちょっと遊ぶんですけども、これはまあ自分の心身のリラックスのためでもあるんですけども、まあ、戦国フグという私の提案で作ってもらった、まあ、中国のゲームメーカーで作ってもらったゲームがあるんですけども、まあ、そちらの方に入局して、まあ、回線が今日の朝の9時であると。で、これに関して私は今日、試合が終わるまでそのゲームにねアクセスして遊ぶつもりは全くありません。これで絶対大丈夫です。それで、今年の、ペナントレースとかでも結果出してきてますから、野球のことです。だから、これをしっかりと申し上げておくことによって身勝手に相手があの人今日入局してある、今日遊んだと身勝手な認識で、結果をね、弱めさせられる可能性もあるんでね、それは今まで経験してきてます。だからそれを言うようにしてるんですよ。いや遊んでませんよって、そのためのエッションと富岳でしょって。今日僕が日本時間ですよ、12月8日いつ iPad にアクセスしてゲームしましたって、それこそルールも見破りですよって。そういうことを仕掛けてきた人たちがいるんだったら、コンピューターが間違えるんだったらって、その分僕の頭がしっかりと選手に行きます、日本の選手。だからまあこういうふうなところも含めて先に、申し上げていれば今日言ったことになるんですよ。もちろん一緒の枠稼働で、今日の予定としては裁判所に、まあ、ちょっと行って、まあ、書類を、まあ、同社というか、まあ、判決の書類、変えてたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、裁判番号に照らし合わせて、その時の裁判官が誰だったかなっていうところがあるので、まあ、神戸地裁で2件ほど、その書類、まあ、買えたら買うと。で、あとは、まあ、タルミックの、まあ、公営住宅とか、まあ、アパート関係の、まあ、入居者の、まあ、人が入ってるか入ってないっていうかっていうところが、前輪の地図見たら分かるんですよね。まあ、それによって、まあ、人口統計を調べるための資料を、いくつかコピーしに行くのと、あとはね、河川の撮影、どこか行こうかなと思っています。今のところ予定は明石川なんですけども、まあ、ちょっと時間の都合とか、まあ、裁判所行ったりとかいろいろありますんでね、まあ、テレビの放送、今日は20時30分ぐらいだったと思います、テレビ朝日。で、そこで、まあ、時間帰ってくるのに間に合わせて、対応しようと思ってますので。ですので、まあ、河川に関して、明石川まで行けるかどうかっていうところがあるんで、まあ、まあ、違うかったら手前の方の河川の撮影になるかもしれませんし、まあ、その辺のところは、その時の状況に合わせてというところですね。あと、まあ、今日も YouTube に、重要な内容をアップロード、まあ、こういった内容もそうなんですけどね、アップロードしますので、まあ、するべきことをしっかりと今日も行っていると。いうことで、ご認識していただけたらなと思います。で、基本的に、まあ、電車の中乗ってる時とかが、休憩時間であると、まあ、その時に、フィギュアスケートのそのジュニアの時間帯が何時から行われてるかわからないんで、その辺のところもしかしたら勘でね、頭の中選手に送ったりしようとするかもしれません。だからその時は、まあ、その試合が行われているときはね、
休憩時間ではないという考え方でいいと思います。だからそれ以外はまあ休憩時間であると。まあこれこうしておかなかったらね、労働基準法とかいろいろあるんで、まあ休みの日をしっかりと作ってるか。まあそれとあと、まあ今週は休みしっかりと作ってましたよ。で、喋ってる音声の優先、今頭の中で違う逆の内容を余儀させられたんで、まるでこと今週、今週あの休みがなかったみたいな形で、それは違います。休みあります。で、例えば労働時間ですね。1年間で、これは厚生労働省の発表なんですけども、まあ大体約、2500時間までの労働で、物事整ってますんで、一月の労働時間の上限は220時間。だからこれはね、今年の阪神タイガースの優勝などで、経験したんですけども、その遊んではならないルールを対応することによって、1週間で物事を見たときに休みの日がなかったりしたときにやっぱり勝ちにくくなってました。だからその辺のところはね、しっかりと私の方は対応してますので、まあ、今日の試合、明日の試合、全然問題ありません。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。証言、証拠作りですね。それで、撮影しています。まあ、一応、もう一度、2023年12月の8日、朝の9時22分です。以上です。